サラでエールっていうのをやってて、うん、それで薬師丸ひろ子さんが歌ったらしいんですよね。うん、ですごい今大評判になってますね。インマネル賛美歌にもありますので、ある457番のですね、うわしの白揚げをですね、ブームに乗って歌っちゃおうというかですね。お葬式の時歌いですけどね。そうだね、告別式ってなってね、この賛美歌の希望とも書いてあるけど、457番、希望っていうね。457番、ああ。
うるわしの白百合でした。これが薬師丸さんが1番2番とね通しで歌ったそうですね。何のドラマの中で、うん、朝ね古関裕二がドラモデルのねエールっていう朝ドラをやってて、古関裕二の話、古関裕二をまあモデルにしたね、まあ作曲家で、戦争中の戦場の悲惨な体験とかね、空襲を受けたひどい体験、それ1週間にわたってリアルに描いて、一番最後の場面でその焼け跡に、まあ、薬師丸さんが演じる役のね女性がね、まあ、そのミッションスクールに、若い時に行ってたっていう設定でか、その今ね本来元々の台本はその畜生畜生って言いながら地面をね叩く場面だったのを、そこで薬師丸さんの発案でね賛美歌を歌っていいかで監督が OK で1番2番歌って、あとはもう現場はみんなねもう静まり返って、若い人たちも下を向いても涙を流してね、で1番2番も放送で採用されて、まあ、そのまま放送されたということだったそうです。今日はねヨハネの3章の13節から20節、ね、立教大学のね副学長さんが番組のキリスト教関係の監修で、で、まあ、自分が実際現場で見たことっていうことね書いておられました。ヨハネの3章の、13節から21節ですね。はい、もう、はい、誰も天に昇った者はいません、しかし天から下った者はいます、すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇を上げたように人の子もまた上げられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので既に裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した、その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。ね、光が世に来ている、光の方に来ないって、自分が悪いことしてるのは明るみに出されるのを恐れて来ない。だけど、まあ、聖書に書いてるのはその良い悲しみ、悲しみ、悪い悲しみ、だから神様が救ってくださるっていうことがない悲しみは死に至っちゃうけど、神様が許してくださるっていうことを経験する悲しみっていうのは命に至るっていうことを書いてるわけですね。だから光の方に来たら、あ、自分はね、ずっと思わないで神様の許しがあるんだ、でまさに神は実にその一人子をお与えになったのによう愛されたね、それは信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、まあ、そういうふうにねしてくださってるっていうことはね、私たちはもう信じてる、そこに今生きてるっていうことですね。それで、まあ、今日のお話はまあその挙げられたとかね、モーセとかっていう名前が出てきましたけど、これ旧約聖書に民数記っていうところがあってですね、エジプトを脱出したまあ、イスラエル民族が、まあ、出エジプトっていうことで荒野を、まあ、40年ねさまよったというか荒野で生活したわけですね。荒野の40年で、まあ、今日の歌詞はその民数記の21章4節というところなんですけども、
その民は指導者モーセに逆らって言ったわけですね。なぜ我々をエジプトから導き上ったのか、荒野で死なせるためなのか。だからエジプトでね、奴隷の生活がもう耐えられないからね、解放してくださいって一生懸命神様に呼び求めてて、で神はモーセという指導者を送ってね、さまざまな力ある技が行われて、やっと脱出してきたのにねなんで我々はエジプトから連れて登ったんだって言ってね、文句を言ったわけですね。荒野で死なせるためかというふうに、まあ、モーセを吊るし上げたっていうことですね。我々も時々まあそういうことをね、まあやるわけですね。耳を疑うような発言でありますね。ファラオの搾取と弾圧はまあ激しかったわけですね。ついにはイスラエルのも民族の人口を減らそうということで、イスラエル人の家庭で男の子が生まれたら殺すようにという勅令さえまあ出された、まあ、生きているという基本さえ否定されているひどい抑圧を味わった。で彼らは助けてくださいと何十年にもわたって解放を祈り求め、神はそれに応えてエジプトを脱出させた。それがなんとですね、なぜエジプトを脱出させたのか、気をつけないと私たちも同じようにかつて助け出されたことを忘れて文句ばかりを言いかねません。同じこと言ってますね。原稿も同じこと書いてますね。そのことを心に詰めつつ御言葉に聞きたいですね。で荒野でイスラエルの民は言いました。この荒野にはね、パンも水もありません。そらそうですよね、荒野ですから、本当にそうだったらですね、しかしですね、本当にパンも水もなかったらねすでに死んでたはずですよね。そしてこんな粗末な食べ物ではね、気力も失せてしまいますと文句を言ってるわけですね。その文句をつけた食べ物、それは奇跡の食べ物、まさにマナのことを言ってるわけです。奇跡も慣れれば愚痴の種というわけですね。しかし分からぬでもありません。なぜならばエジプトに住んでた時は、まあ、決まった場所でパンを買うことができた、人生設計が立ったわけですね。同じところに暮らして、一方荒野は移動生活ですから、テントを張って寝てですね、合図があればすぐに出発するわけで、まあ、落ち着かないわけであります。移動した先では水が手に入るのか、ましてや1年先どうなってるのか、まあ、予想もつかないわけです。人間にはそんな安心できないという気持ちが不平につながっているのかもしれません。そこへ、神様は炎の蛇、炎というのは燃える炎ですよね、蛇ですね、スネークですね、それを送られたって、まあ、聖書に書いてあります。民数記にね。で民はそういう不平を言う、民を噛んでですね、で毒があったんでしょうか、多くの人々がね死んじゃったわけですね。そこで民はモーセのもとに来て反逆心を悔い、神に取りなし祈ってくださいと願ったわけです。これは素晴らしいところですよね。試練がやってきた時に、死に至っちゃうか救いに至るかの分かれ目はここにあるんであってね、やっぱりさすがユダヤの民はこういう目にあった時にね、神様、私たち悪かったら助けてくださいって言ってモーセに取り出しをね求めてやってきたって、ここにこの大事なところがあるわけですよね。それとモーセが祈ると神様からまあ返事がありました。それはね、聖堂で炎の蛇を作って旗沢の上に掲げなさい、で蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。聖堂で、この燃える蛇とね同じ形のものを作ってね、旗沢をこう長い棒の先に立ててね、その先っちょに掲げなさい、蛇に噛まれた者がそれを見れば命を得る。これ島田先生がね昔メッセージここからしたことがあって、なんか懐かしいですね。ありましたね。聖堂でね、それ蛇に噛まれた人はそれを見上げれば命が助かったっていうわけですね。ヨハネによる福音書のさっき読んだ3章の14節はそのことを指してるわけですね。モーセが荒野で蛇をあげたように、
人の子の子もまた挙げられなければなりません。モーセが荒野で蛇を挙げたように人の子もまた挙げられなければなりません。これ十字架のことを指しているわけですね。十字架っていうのは高いところに貼り付けになって挙げられるわけですから、イエス様ご自身が高いところにね、挙げられる、まさにそういう形になる、うん、そのことを指しているわけです。蛇にイエス様をねなぞらえている。まあここで蛇についてちょっと考察してみたいわけですが、まあ洋の東西を問わず蛇は不思議な感じの生き物と捉えられています。まあずるいとか賢い生き物って思われているようですね。日本でも蛇が御神体だったり、まあこの家の主は蛇なんですなんてことを言うわけですけども、聖書では創世記の3章1節でアダムとエヴァを騙したのは蛇だったということですね。でその文脈で神が作られた野の生き物のうち最も賢いのは蛇であった、まあ新共同訳では訳してますし、別の訳は一番狡猾であったとも訳されています。また聖書の別の箇所でね、イエス様は蛇のように賢く鳩のように素直であれと、まあ見習うべき例えにも用いておられる、そういうことをいろいろ思い巡らしますと、あの被造物ですね、作られたものであるわけです、動物としての蛇っていうのはね。ですから作られた時点で、それだけで良いとかね悪いとかね決まっていないわけで、あくまでも神様に作られた存在であるわけですね。で問題は被造物が自分を作ってくださった存在を与え、命を与えてくださった神様を離れて、創造主なる神を切り離して自分は自分で生きていく、ですなわち自分自身が神のようになるという時にですね、それは神に祝福されざるものになってしまうということですね。どんなに良いはずだったものも創造主なる神を離れ、自己中心、自己中心ねになってしまうのは、まさにそれが悪なのだというのが聖書のメッセージであります。アダムはエヴァを誘惑した、アダムとエヴァを誘惑したヘビは人間をですね、あなたが神から独立してあなたが神のようになれるとすなわち誘惑したわけですね。うん、あのクリスチャン新聞に、まあ、4コマ漫画でルッチャンっていうのを連載してるんですが、今も連載されてますね。その当時あのこういうのがありましてね、お正月に人々がこう太陽に向かってこう柏でパンパンと打って拝んでると。で太陽はね、人々に向かってこういうわけですよ、4コマ漫画でね、いやそうじゃないんですよ、私じゃなく私を作ってくださったことを拝んでくださいってねルッチャンの中で太陽がね、みんなに呼びかけてると、まあ、まさにそういうことなわけです。そういうことを考えると、人間は、創世記で描かれた蛇に誘惑されたそういう路線にはまり込んでるんだっていうことがわかります。だから人はこの蛇のように人を噛むということがあるかもしれないですね。悪意とかやっかみとか妬みとかですね、そういうものを含んだ言葉は、まあ、どんなにか毒を含んでることでしょうか。噛まれた人間はすぐには死なないかもしれません。でも毒は蓄積して人をじわじわと殺していく。まあ、人間というのはそういうものであります。しかし民数記を見ると、神様が、神が蛇を送られたんですよね。でその蛇が噛んだわけです。そうすると、あのそういう神様ってどんな神様なのかということふうに、まあ、人間は思うわけですね。神は良い方なんだろうか、まあ、その辺の消息をルターは、まあ、隠された神と表現したわけですね。人を殺す蛇を送るような、まあ、人間には計り知りがたい面を神様をお持ちだということです。しかしその同じ神様はヨハネの3章16節で読みましたように、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それを御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、ね、よう愛された、そういう方であるということですね。で人類の救いのためにご自分の一人子を犠牲にするほど愛してくださっているのだということを神様は
まあ、聖書を通して私たちに啓示してくださっているのです、こういうことを思い巡らすときに私たちは神様と人の違いを、よくよくわきまえなければならないということがわかるわけですね。この原稿を書いた当時のことですけど、ブッシュジュニアの方の政権だったんですよね。ブッシュジュニアがそのイラク戦争をやってですね、そのイラク政策はガッツドクトリン、ね、神の政策であるって言っちゃったわけですよね。そういう方ってのは明らかに間違いですよね。自分の政策はブッシュの政策ではあるかもしれないけど、神の政策であるという、それは明らかには間違いですね。そういうことを言うべきではないですよね。間違ってるかもしれません。間違ったものをたくさん含んでるかもしれません。ね、そういうこう恐れを私たちは持たないといけないね、慎みをね、正義、正義という言葉を浪して神を自分の正当化に用いては、まあ、いけないわけですね。まあ、自分のうちに石油が欲しいとかですね、軍事産業を振興させたいとかですね、まあ、様々な欲があることを認めなければならない。しかしその日本の場合、アメリカと逆にですね、まあ今福音派っていうことがね、アメリカで悪い意味でだって日本のニュースでもですね、アメリカの福音派がなんとかなんとか、まあまさにそういうのとぴったりな話題な気がするけど、逆に日本のように、まあクリスチャンがマイノリティ、少数派であるっていうことは良いことを含んでいると言えるのではないでしょうか。なぜならイエス様は創造主なる神様をね、誠の神様、父なる神様を生きる態度っていうものはね、謙遜である、謙遜であるっていうことを求めておられるからですね。イエス様はですね、私たちが少数派であっても地の塩として、世の中に存在することをね、喜んでくださってるわけです。日本のようにクリスチャンが少数派の国にいれば、そういうね、地の塩であるっていう感覚がよくわかるわけですよね。創造主なる神を信じて生きる者が、その神様の皆の証のためにね、私はね、クリスチャンですって生きるときにね、謙遜に生きないといけないっていうことですね。クリスチャンのくせに何やってんだっていうふうにね、やっぱクリスチャンはね、慎み深く、良いことをして生きる、ね、良いことをしたとしてもね、それをね、えばらないでね、謙遜な生き方ですよ。そう生きざるを得ないわけですよ。それは日本で創造主を信じて生きる者の、まあ、特権であり、世界の教会、あるいは世界への貢献の可能性さえあると言いたいと思います。さて、あれので蛇が挙げられたように、キリスト救い主は十字架に挙げられた、イエス様は十字架の上に挙げられた、そのことの意味することは何でしょうか。まず人間の理解では理解しがたいことながら、創造主なる神がですね、被造物なる人になってくださったね、ということを含んでるわけですね。イエス様の受肉、イエス様が人として生まれてくださったっていうのはまさにそういうことですね。被造物になったということは、誘惑され、誘惑に負ける可能性をイエス様もお持ちになっていたということですね。そういう存在になったっていうこと、人として生まれたっていうことは。しかしヨハネの3章17節には、御子イエス様が世に来たのは世を裁くためではなく、世が救われるためであると記されています。もしもイエス様が、まあ、誘惑を受け入れるとするならば、裁くこともできた、ね、すなわち絶対的な世界権力を手に入れてですね、それをもって人々を従わせることもできた。しかしその道によっては、人の心の根底は変わらないということですね。表面的に人の言うことを聞かせることができても、まあ習近平さんがそういうことをやろうとしているのかどうか分かりませんけども、 IT 技術を使ってですね、
人の心の奥底までね支配することはできない。人のこの奥底がましてね変わるっていうことはねないわけですね。だから人間が真に救われるということもねないわけですね。裁くためではなく救うために、だからイエス様はご自分が十字架にかかってご自分が死んでくださった、そういうことになった。それをモーセによってね挙げられた聖堂の蛇と、まあ、重ね合わせてね、イエス様はねそのことは実は私のことを言ってるんだとおっしゃってるわけですね。蛇ですよ、人をパクッとね、噛むことをすることができる蛇、ね、イエス様ご自分を重ね合わせた、まあ、いろいろと思い巡らせられるところです。モーセが聖堂の蛇をね高い竿の先にね上げた時にね、さあこれを見たら救われますよって言われてね、見なかった人もねいるんじゃないでしょうか。天の邪悪だったり、そんなことは合理的じゃないとか思ってね、理屈に合いませんもの。しかし神がそうしよう、父なる神がそうしようと決められたわけですよね。仰ぎ見る者は生きると神様が言ったんだから、そうなんです。ですからたとえもう半信半疑であってもね、疑いながらであっても、薄目であれを開けてでもですね、見れば生きたわけですね。それは神様の側で備えてくださった方法だからです。その出来事にこう予表されていたように、今の恵みの時代です ね、 そうですね、今は恵みの時、今は救いの日、ね、第2コリント書6章2節に書いてある通りです、キリストイエス、イエス様は私の身代わりに死んでくださったと信じるのみで、ヨハネ3章16節に記されるように、滅びることなく永遠の命を持つ、ね、御子を信じる者は滅びることなく永遠の命を持つということが約束されている。そのね、ありがたい福音を私たちは今耳にしているわけであります。そのことを信じてですね、生きていきたいと思います。以上です。